シャマールとは、イラク及びサウジアラビア、カタールなどのペルシャ湾岸地域で吹く、砂塵を伴った強風のこと。シャマールとも言う。乾燥した北西風で、昼間に最も強く、一日中吹き続けることもあるが、夜間は弱まる。年に一回数回程度発生する現象で、夏によく発生するが、冬に発生することも稀にある。シャマールによる、 大規模な砂嵐はイラクに大きな影響を与えるが、その砂塵の起源はヨルダンやシリアであると考えられている。シャマールは一般的に強い北西風とされるが、北西風なのはトルコ東部の山岳地帯やイラク付近、ペルシャ湾にあたりまでである。ペルシャ湾を通過する頃から風向が変わり、サウジアラビア南部の高原地帯では北東風になる。この地域では、 春から夏にかけて最も風が強いことから、この時期のシャマールの発生原因は想像がつくが、それ以外の時期は難しい。シャマールは一般的に次のような天候状態によって発生する。この地域の北を流れる上空の艦隊ジェット気流と同じく南を流れる亜熱帯ジェット気流が南下北上してお互いに近づくことがあるが、これにより、 大気が不安定化し上空には気圧の谷が発生する。と同時に地表付近ではイラク付近に高気圧、イエメン付近に低気圧があり、アラビア半島の北から南へカーブを描きながら通る風のルートができる。気圧の谷に伴って地上では乾燥していて不安程度の大きい寒冷前線ができる。この前線付近の強風によって前線の前方や後方に 前線と平行なシャマールの領域が形成される。イラクではこのように風によって運ばれてくる砂嵐の日数が年平均で20から50日程度とされている。俗に5月25日前後にやってくるシーズン最初の強いシャマールをアルファハルやドリラーというが、これは年最初のシャマールが砂丘の砂を吹き飛ばし巨大なくぼ地を作ってしまうためである。また、 6月初めにやってくる2番目のシャマールは、ソラヤと言い,い、この時期の強いシャマールが船を沈めてしまうと、恐れられていたこととアラブの古い伝承のベリー、ソーリアが、また、6月末頃のシャマールを、アルダバランという。この頃のシャマールは最も被害をもたらすとされ、住民はシャマールが迫ると、窓や扉を厳重に閉めて備える。これはこの頃のシャマールの写真は、 微細な粒子が多く含まれていて、小さな隙間から簡単に侵入してしまうためである。シャマールの時の天気図。このような気圧配置では、シャマールは3から5日程度続くことが多いトルコ山岳地帯やクルディスタン付近を強い寒冷前線を伴った低気圧が通過すると周囲よりも相対的に冷たい空気によって地面から砂塵が巻き上げられ風に乗って運ばれていく。 気温は低くても約摂氏42度以上と高い。冬のシャマールは気圧の谷を伴う寒冷前線が通過後、アラビア半島に高気圧が張り出し、ペルシャ湾東部に低気圧が残るのが典型的なパターンである。ペルシャ湾岸では強い北寄りの風が5日前後、吹き続ける。気温は大きく下がることが多い。イランでは冬にシャマールが発生すると高地では雪を伴い。 積雪の中には、砂人の層ができる。中東で最も頻繁に冬のシャマールが発生するのが、ペルシャ湾東部の島々で、12月から2月にかけて、月2から3回の頻度で発生し、1回につき1日から1日半、程度続く。さらに一冬に1から2回ほど、3から5日間も続く嵐が起こり、強風や波浪に見舞われる。シャマールは、通常3から5日。 程度継続する。上空の砂の層は高さ数百数千メートルに達し、空の交通、陸の交通ともに大きな影響を受ける。また砂塵は水辺にも影響を及ぼし、量、釣りや航海も同様に難しくなる。シャマールが発生している時期には砂塵を含んで重くなった空気の影響もあり、西南アジアの国際空港で43ノットもの。 強い下降気流を観測することがある。また、砂が吹きつけることにより、車の塗装が引っかいたように白離する現象も報告されている。近年発生した顕著なシャマールの例を挙げる。2005年8月8日に、バグダードで発生したシャマールでは、近隣の店や公共の活動がすべてストップした。また、バグダッド S ヤーマックホスピタルでは、 呼吸困難などを訴える患者1000人以上が押しかけて混乱に陥った。2008年2月2日から2月4日にはシャマールによって大量のサジン嵐がアラビア海に押し寄せた。サジン嵐の移動速度は時速約2 0トルでソマエリアのモガディシュからインドのムンバイに至る広範囲で観測された。この影響はゴルフのドバイデザートクラシックにも及び 新聞等でも報道された。ありがとうございます。